皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。グランツーリスモ7の時間がやってまいりました。皆さん、週末土日いかがお過ごしでしょうか。本日は日曜日の夜ということで、サザエさん症候群になっている皆さんも多いかもしれません。そのサザエさん症候群、私が直してみせましょう。 GT7 で楽しく走りたいと思います。本日トップを飾ります車はフェラーリの 458GT3 ということで、素晴らしいエンジン音を奏でてくれるんじゃないかと思います。本日トップを飾ります車として458を選んだ理由はただ一つ、いよいよ GT カフェ最終戦でございます。それでは早速進んでいきましょう。とりあえずこの 458GT3 でコーヒー飲みに行きたいと思います。いらっしゃいませ。グランツーリスモカフェへようこそ。ということでメニューブック早速見ていきたいと思います。さあ、そうなんですね。メニューブック38ということで最後のレースとなります。39はワールドツーリングカー選手権かなんかなので、これが車を集めるためのレース最終戦です。コレクションフェラーリということで、私現役のフェラーリスタとして最後にこのレースが来るというのは非常に光栄なことだと思っております。なんかニュルブルクリンクありそうだけど、ということでやっていこうと思います。メニューブックスタート。はい、ということで308に関してはもう所有しておりますので、今日は458イタリアと F12 ベルリネッタを獲得したいと思います。それでは説明を聞きましょうか。いや、いいですね。開始しましょう。イタリア語でキャバリーノランパンテ、羽馬と呼ばれるエンブレムを持つ孤高のメーカーがフェラーリだ。このメニューではその中から75年式の308、9年式の458、12年式の F12 を集めてきてほしい。フェラーリはその存在自体が伝説とも言えるね。僕も語りたいことがいっぱいあるよ。3台揃ったらこの店で話そう。待ってるよ。メニューブック38、コレクション、フェラーリ。それではですね、早速走っていこうと思います。一応ですね、PP 制限はいつものように700以下と制限される予感がしたので、一応 697.7 まで下げてきました。それでは早速ヨーロッパ行きましょう。レイクマジョーレとドラゴントレイルということですね。こちらの方から先にやって最後にレイクマジョーレで締めようかなと思います。5周ですね。やっぱりそうですね。PP700 ということで、プレゼントカーで458イタリアということになります。GT3 で458イタリアをもらいに行こうということで、700以下、メーカーフェラーリということで、GT3 で出たら多分余裕で勝てると思いますけども、一応ね、クリーンに走っていきたいと思います。ライバルカーがディーノですよ。絶対勝てるでしょう、これは。さあ、それではですね、走りたいと思います。一応、430もいるね。運転席視点もしくは三人称視点で走りたいと思います。縛りプレイ&クリーンレースやっていこうじゃありませんか。ということで、900万円目指して頑張ります。それでは、スタートです。よし、やっていこうぜ。 458GT3 でドラゴントレイルを5周走ります。っていうか、めっちゃいい音やな、これ。めちゃくちゃいい音やないか。さあ、いい音聞きたいからレッドゾーンまで回そうぜ。しっかり1万1000回転まで回せよ。よし、行きましょう。後ろからどんどん追い上げていきたいと思います。クリーンレース縛りということで、とりあえず5周勝負ということなので、まあ3周目ぐらいに運転席視点に切り替えようかなと思います。おっと、 F12 怖い、 F12 怖い。先に入ろう。先にいいんだ。素晴らしいぜ。 458GT3、 これ運転席視点で音聞くの危ない。音聞くの楽しみですね。これコーナー曲がるとき少し気をつけた方がいいかもしれんね。はい、では、セクター1からセクター2にね入っていこうと思います。風速は今現在 3.7 ということで、まあ、特に影響ないんじゃないかと。コーナー曲がるときにしっかりね、しっかりと減速してちゃんと回りましょう。ある程度脱輪してもね、脱輪というか、危ないよ、430だよ、危ないよ。はい、いいよいいよいいよ。危ない危ない危ない、ギリ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 。おお。はい、とりあえずね、あの縁石を踏んでも大丈夫なようにしっかりと減速しておきたいと思います。てか、こういう風にね、前のマシンと重なる時が一番怖いんですよ、前のマシンと。で、この試験員のところまで、ここ本当はキュキュッと行きたいんですけどね、これ前のマシンがいると怖いからね、これね、しっかりとね、地に足つけてコーナー曲がりたいと思います。いやー、怖い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 。テスタロッサ危ない、テスタロッサ怖い。おお、危ない。ちょっと待って、気をつけてよ。4輪全部縁石踏んだらクリーンレースが危うい。はい、 OK、 ここでオーバーテイク。いや、心臓に悪いね、高級車ばっかりだから本当ね。
はい、で間もなく1周ですね。間もなく最終コーナーを曲がります。はい、おっとまたここで2ワイド3ワイド、おっとブレーキの白煙が上がってますよ。430か、まあ大丈夫でしょう。黄色のテストロサかっこいいな。そしてここでホームストレート、一気にサイドバイサイドからのオーバーテイク。サクシューマッハさすがです。一人だけ 458GT3 というね、もうほぼほぼイカ様のようなレースですけどでも1位早いっていうか結構差開いてるな。1位との差が結構開いてるね、ほんとね。まあなんとかね追いつくと思うんで、あと4周ありますからね、なんとかなると思います。とにかく今はクリーンレース縛りですからね、しっかりとクリーンレース行きたいと思います。クリーンレースじゃなかったらサクシーマッハ全てにおいて敗北ということになってしまいます。怖い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 、こういうねライン取り結構無視しますからね AI ね、本当にね怖いですよ。はい、こういうのも本当であればインをつきたいんですけども、インつくと結構危ないんでアウトから行きます。はい、いいですね。このようにアウトから行くと安牌でございます。よし、いいですよ。さあサードから4速に上げていきたいと思います。そしてもうすぐ5速、よし、ここで大丈夫。おーし、綺麗なオーバーテイクだ。ここ嫌いなんですよね私ね、ここ結構スピンする確率高いんですよ。しかもなぜか単独スピンですね、ホイールスピンしてひっくり返ることが多いです。はい、一旦落ち着きましょう。現在4番手、サクシューマッハが操るフェラーリ 458GT3 は現在4番手ということになっております。いやー楽しみですねこれ。必ず1位クリーンレース、これ2戦とも1位でクリーンレースでしっかり終わったらさすがフェラリスタサクシューマッハってなるからね、これはね。はい、いやーこれは楽しみですよ。でも前のマシン全然いないな。3位との差が結構開いてるけど、前のマシンがちょんでもいいから見えてほしいですよね。全然見えないと焦ってくるからね。ここもねもうしっかり減速して、危ない危ない、しっかり減速して、もうとにかく接触のないように、そして4輪ともコースから外れないようにクリーンレース縛り OK。 よし大丈夫ですね。このまま行ってもう次3周目もう行こうか。とりあえずこの3人称視点で3周走ろうかな。で4周5周、残り2周になってから運転席視点に切り替えたいと思います。それで行きましょう。あと1周これで行きましょう。結構ね最初はきついんですけど慣れてくるんですよ、3人称視点でずっと走ってるとね。まあもともとザ・クルー2とかもねハンコンじゃないんでこんな視点で走るんですけども、 GT スポーツ GT7 に関してはパッドでは一切走れないのでどうしてもハンコンになってしまうんですが、まあハンコンでもねやっぱり人間って慣れるとすごいんですよ、こういう風に走れるようになるんですよ。まだまだあのダメですけどね、やっぱりねハンコンで3人称はまだまだ慣れないですけども、昔に比べたら結構走れるようになってると思いますね、これ結構すごいと思いますはい、もう承認欲求強いからねサクシーマッハ。はい、まあそんなことどうでもいいです。ここからもうね3番手見えてますんでオーバーテイクしましょう。さあ F430、 おー430やないか、俺の大好きなピニファリナデザインですね。オーバーテイクしますよ、オーバーテイクしますよ。いや結構430早いな430結構早いな。はい、よし、ここでまたオーバーテイクし終わったんで綺麗に曲がりましょう。コーナーは綺麗に、そしてオーバーテイクも美しく素晴らしいですね。これぞクリーンレース、そしてスポーツマンシップでございます。タクシーも素晴らしいですね。まあこう見えて GT スポーツ最初の頃はね結構あの強引なオーバーテイクとか繰り広げたりして、まあいろいろとね、怒られたこともあるんで、それを機にですねやはりクリーンに行こうと、全てにおいてクリーンレースが最優先だと思ってクリーンレースに生まれ変わりました私でございますね。はい、では2位も見えてきました。現在3位で一応ミッション的にはもうこの順位でチェッカーを受けても普通に目標達成ではありますが、やはり上を見るべきですね、下を見てはいけない、危ないよ壁接触。さあなんとしてでも1位&クリーンレースです。今日はフェラーリ 458GT3 の力を借りてフェラーリチャレンジしっかりとね終わらそうじゃありませんか。すごいですね、こんなクラシックフェラーリが2位走ってるんですね。誰が操ってるんだろうな、早いですね。よし、ここからスリップからのサイドバイサイド、そしてオーバーテイク、いい音や。ではここから運転席視点に切り替えたいと思います。いい音や。で私のこの縛りプレイ、縛りレースで一番気をつけないといけないところはこの3人称視点からドライバー視点に切り替えた瞬間ですね。これはピットでいうアウトラップと同じです。これ一番きついですね、これね、慣れないんですよね。さっきと遠近感変わってくるんですよ。なので減速とかが結構難しいんで、もう慎重に行きましょう。もう攻めない攻めない、もうとにかく安全に、とにかく安全に、美しく来た時よりも美しくサーキットをね美しく保全運動しましょうよ。よし、とりあえずこれであとは慣れてくるだけですね。4周目を1周アウトラップみたいなもんですので、そこでなんとか走り切れば私はファイナルラップをこの 458GT3 の運転席視点で無事チェッカーを受けることになります。よし大丈夫です、落ち着いていきましょう。1位との差がまあそこそこ開いてますけども、まあ前見えてますからね、もう5秒前後ぐらいだったらもう誤差の範囲内です。最終ラップまでに
追い越したいですね。オーバーテイクしたいなと思いますが、いやいい音ですね、やっぱね、いい音ですね。ちょっと黙りましょうか、ここのストレート。はい、いい音でしたね、素晴らしいですね。本来であれば無言でレースをしたいんですけども、やはり私は実況者という職業上必ず喋らないといけないということなので、喋り尽くしたいと思います。もう常に喋る、常に喋るで、もう喋りながら走るということがどれほどきついか結構きついですよこれ。おお、危ないよ、気をつけてほしいね。はい、さあ1位見えました。1位はなんだ、458っぽいな、あれ1位458っぽいな。それ458だろうね。458とテスタロッサと308が出てるのか。だったら普通に AI は普通に458が全然1位になるでしょ、そりゃ。一番スペック高いもん、この中だったら。はい、来た458ですね。よし。でも、私が一番スペック高いからね。レース車両なんでね。いやー、残念ですね。フェラーリね。ラ・フェラーリ、エンツォ・フェラーリ、いろいろ持ってるんだけど、全部 PP がかなり上なので、唯一走れるとしたらこの 458GT3 かななんて思っちゃって、なので私普通に難易度というか PP ポイントを下げてやっと、まあ、出場しているということですね。 458GT3 さあ間もなくオーバーテイクでございますね。やっぱりサザエさん一家が最強ですよ。サザエさん一家出てなかったらもう余裕で勝てますよ、 GT カフェ、さすがでございますよ。さあ、あとはどこでどういう風にオーバーテイクするかですね。いざクリーンレースでクリーンオーバーテイク、どうでしょうか。ここはきついですね。インコーナー絶対入ってくるんで、今行ってたらおそらく接触してたと思います。ここでアウトから抜くか、いやきついね。安全に行こう。まだまだチャンスはある。ファイナルラップですけどね、まだまだチャンスはある。どこかで必ずオーバーテイクできる。お、いいね。ちょっと 458GT3 についてこれるとはすごいな、この458。さすが。よし、ここでオーバーテイクですね。素晴らしい。一気にオーバーテイクしましょう。おー、入ってくるね。素晴らしい。こういう走りがいいんですよ。こういうレースが面白いんですよ。しかも運転席視点でこれは結構臨場感満載。さあ、うまくブロックしてきた 458GT3。もしかするとこれは磯野家が乗ってる可能性があるな。これは、こいつうまいぞ。かなりうまいぞ。おいおいおい。ブロックしてくる。うまいな、この458。これは磯野カツオの可能性があるな、これは。よし、ここでオーバーテイク、大丈夫、落ち着いていこう、落ち着いていこう。後ろ、バックミラー、ちょっと待って、気をつけて、後ろいるな、後ろいる、うわ、左にいるのか、わからん、後ろにいるか、あ、後ろだね、後ろだね、よしよしよし、もう大丈夫。結構きついね、ファイナルラップでここまでもつれ込むとはなかなか難しいぞ。まあ、コース自体がそんなに得意じゃないっていうのもあるけどね。さあ、でももうね、もう十分これは勝てます。もうあとはもう完全にクリーンレース狙うために、もう無理なことはしない。普通に走ろう、普通に走ろう。絶対に攻めたりしないように。あとはもうファイナルコーナーのみ、これだけ、まあ、差が開いたら大丈夫でしょう。もう1秒以上差が開いたら間違いなく大丈夫なので、今1秒以下なんですけど、 DRS を使われたら大丈夫ですね。ここで、はい、いや結構後ろきついな、これやばいやばいやばい、早く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 、オッケー、よしよしよし、後ろ OK、 引き離した引き離した、よーし、危ない危ない、これでチェッカーです、ありがとう。よーし、まずは1勝です。危ない危ない、おお、結構いいとこ走ってるやん、458イタリア、かっこええなよーし、よかった、 0.605 秒差、いやー、458同士で戦いましたね。でもさすがに458と 458GT3 だったら GT3 の方が速かった。ありがとう。これはクリーンレースでしょ、かなり真剣に走ったよ。クリーンレースだよね。はい、クリーンレース確定でございます。ありがとう。よーし、ありがとう、ありがとう。いい感じでございます。それでは次ですね。それでは次は、レイクマジョーレサーキット、本日ラストレースとなります。それでは早速エントリーしましょう。今日は 458GT3 に頑張っていただきたいと思います。しかも1位の賞金結構高かったね。これでクリーンレース取ったら、そこそこいい金額もらえますよ。それでは行きましょう。 F430 速そうですが、おそらく2位の458がまたトップに躍り出るんじゃないかと思います。 F8 トリブートも走ってますね。これは楽しいレースになりそうだ。それでは早速スタートいたしましょう。さあ、やっていこうじゃありませんか。第2戦、そしてファイナルレースとなります、レイクマジョーレということで、まずは第1コーナーですね。ここはアウトから一気にオーバーテイクしたいですね。アウトから一気にオーバーテイクで、ここでインですね。インで一速まで落として、さあ一気に加速して、次のコーナーまでにこの前のマシンをオーバーテイクしたい。さあどうでしょうか、綺麗に入ってインコーナー入って、素晴らしい。危ない危ない危ない、ちょっと危なかったよ。
ここのコースってね結構難しいですよね。特に私一番苦手なところ、次のコーナーですね、緩やかなコーナーから急にキュッとこう曲がるコーナーがあるんだけど、ここ一番嫌いですね。しかしいい音やな 458GT3。 この周回はどうしよう、ちょっと待って、ここですね、ここ私一番嫌いですね、ここは。はい、で一気に立ち上がり OK。 この周回はさっきと逆で2周三人称視点で走って、3周目からは運転席視点にしましょう。あのさっきと逆ですね、さっきもね3周2周ときたんで、今回は2周3周で、行きたいと思います。はい、まあ、ここのコースは多分三人称視点で3周走ると結構事故る確率高いから、なんとしてでもね、あの運転席視点の方が走りやすいので、三人称よりはね。はい、ここでオーバーテイクか、なかなかかっこいい走りやな昨週マッハ。いやー厳しいですね、ここ次のコーナー下ってるけど GT3 だったらブレーキ入り込んでも大丈夫でしょう。 50m 手前で一気にブレーキ踏んだら多分大丈夫と信じて、一気によし OK、 いける、全然いける、全然いける、まだいけるぐらいやな。さあここからですね、危ないよ、気をつけていこうよ。さていろいろ考えましょう。まず風速は 2.1、特に関係ないですね、レースにおいてはほぼ関係ない。本来は関係あるんだけど GT7 では私の実力ではあまり関係ないので、危ないよ。ここで一気にオーバーテイクして、あとはこの前の2台ですね、この前の2台をホームストレートまでにオーバーテイクしたい、ぶつかんないように気をつけて、よし大丈夫よ、落ち着いて。430やないか、430美しいな、430リア美しいな、よしオーバーテイクや、危ない、サイドバイサイド気をつけて、ぶつかんないよ、よし大丈夫。そしてファイナルコーナー、ちょっと待って、トップめっちゃ走ってない、さっき、おーおーおー、危ない危ない、めっちゃ早いな、1位。これ絶対 F8 トリビュートでしょ、1位は。1位絶対 F8 よ。F8 トリビュート以外考えられんわ。2位が多分458イタリアですね。多分そんな感じしますね。まあでも大丈夫。昨週マッハの手にかかれば F8 トリビュートだろうが、全然敵じゃないよ。普通にオーバーテイクしてみせます。でも全然前いないんだけど。1個前の順位の人も全然走ってないんだけど、このパターン結構焦るんですよね。なんか嫌なんですよね、前に車がある方が走りやすいんですよ。なんかタイムアタックとかって意外と苦手なんですよね。あーちょんといるな、ちょんといるな、あれはいりますね。どうかな、最終セクターまでには追いつきそうな気がするけどね。ここはい、ここ怖いんですよ、ここほんと難しいわ。しっかり減速していかんとね、普通にスピンするからね。よし大丈夫ですよ、しかも天気がいいから走りやすいわ。これロッソコルサの赤色がめちゃくちゃ綺麗だしね。とりあえずはもう今のところクリーンレースだと思うんで、このまま走っていけば十分クリーンレースだと思います。大丈夫です、はい、ここも気をつけてね、危ないよ、ちょっとスライドしてるからね。さあどうでしょうか、ここ結構好きですね、こっからは好きなセクターになりますね、ここからは非常に好きですね。そしてストレート一気に、次また入り込んでブレーキかけて綺麗にセカンドで曲がろうか。これで多分ホームストレートまでにはあの前のマシンオーバーテイクできる、 F12 かな、 F12 ベルリネッタかな、あれ大丈夫ですか、いけそうですね、いけそうですね、オーバーテイクいけそうですね、ゴールまでにはいけそうですね、ホームストレートまでにはオーバーテイクできるか、 458GT3 いけそうだ、よし気をつけてよ、気をつけてよ。さあファステストラッパーねどんどん出してますけども、こんなのは何の意味もないですからね、危ない危ない危ない、気をつけて気をつけて、さ外から外からオーバーテイク、外からオーバーテイク、綺麗に並んでる、イン取るなよ、さっきイン取るなよ、イン取るなよ、イン取るなよ、よーしよかった、危ない、なんとか、もう3周目入るからね、今から運転席視点です、はい、この周回終わったらね3周目から次からねホームストレートで運転席視点に切り替えますよ、危ないよ、はい、よっしゃここからは運転席視点で頑張りましょう、いきます。さあここからですね、そしてアウトラップみたいなもんですからね、この3周目気をつけましょう、運転席視点、視点を変えた時は要注意。でももう前のマシンは前に来てますんでね、オーバーテイクしたいと思います。いや怖いな、430結構多いな、430ね、私その430に乗ってるのに全然 GT7 で430乗ってないというね、本来であれば買ってカスタムしたりとかエンジン音の比較を実写としてみたかったんだけど、まあ後でします、後でします、はい、後ほどやりますね実写ね。まあ実写ってスクーデリアと430ってエンジン少し違うんでね、マフラーその辺どうなのかなと思うけど、まあとりあえずまた機会があればやっていきたいと思いますね。よーしいい感じですよ、オーバーテイクまであと少しですよ、 308OK、 いいよ、サイドバイサイド並んで、素晴らしい美しいオーバーテイクが昨週マッハ、よし OK、 ここから私のね好きなセクターに入っていきますので、ここはまあまあまあゆっくりいきましょう、ここはもうゆっくりとね、スピンしないようにゆっくりといきましょう。
や結構ねクリーンレース縛りがなかったらねどんどん突っ込んでアタックするんだけどね、やっぱりクリーンレース縛りがあると結構きついですよね。よし、オッケー、ここで一気に追いつくか、前のマシン、前のマシンさえオーバーテイクすれば一応ミッション的にはクリアですよ。ミッション的にはクリア。さあどうだ、オッケー、いい感じで迫った、いい感じ。また430か。でも次左コーナーどう、これ重なるかな、大丈夫、先入れるか。うわー怖い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 、よし大丈夫、向こうが気遣った、危ない、よっしゃよっしゃよっしゃ、オッケー、これはねいいレースだね、これはいいレースだね。あと多分僕の予想は2位が458イタリアで1位が1台だけいた F8 トリブートだと思います。なんやかんや言ってね最新のターボの車が一番速いからね、なんといっても F8 トリブートよ、720馬力ですからこれは速いと思います、さすがにね。よし、これでもう4周入ります。あと2周でなんとか仕留めないといけない前の2台を。とりあえず458イタリア、さっきのレースでは458イタリアそこそこ速かったんで、さらに速い F8 トリブートをオーバーテイクすることができるのかというのが今回のレースの課題になります。さあどうでしょうかね、ホームストレート4周目、あと残り2周でございます。なんやかんやで速いですね。2位が見えました、2位がおそらく458イタリアじゃないでしょうか、ぽいですね、正解ですね、おそらく458ですね。よし大丈夫です、もうこの周回でオーバーテイクしましょう。1位との差もね10秒切ったんでなんとかなると思います。よし落ち着いて、おー危ねーこれ今の危なかったですね。さあでもここから私苦手なセクターなので、ここでオーバーテイクは危ない、ちょっと出遅れた、ここでオーバーテイクは結構厳しいと思います。よし一旦落ち着いて、怖すぎるなこれ、まあただドライコンディションなんでいいんですけどね、ドライコンディションなんでね、気をつけてよ、ここ本当にもうここはもうオーバーテイクしようと考えません、ここはね私本当に苦手ですね、いつまで経っても上手くならないんですよ、レイクマンショーレのさっきのところはね。よしいいですよ、このまま行ったらなんとかなる、気をつけてよ、左コーナーどこでオーバーテイクする、うわまたストレートやな、バックストレートあそこで、おお気をつけてよ、ぶつかんないぶつかんない、この状態って結構きついですよね、これで1位にどんどん先行かれてしまうんですよね、1位がこうやって突っかえてる間に458イタリアに蓋されてます、458イタリアに、危ない、ああちょっと待ってぶつかった、ああちょっと今ぶつかったんじゃない、今ちょっとコツンと言った、うわマジこれ、うわちょっとスリップに入ろうと後ろからプッシュプッシュしようと思ったら欲張りすぎましたね、ちょっとこれクラッシュかな、うわちょっと待って当たったかもしれん、もう最悪や、やり直す、やり直すか、いやもうやり直さなくていいわ、もうここまで来たらもうかけるしかない、今のはクリーンレース判定、私ちゃんとブレーキきつく踏んでるし、多分あの GT7 の運営さんはもうサクシマハクリーンにしとけと、そういう風に言ってくれてると、忖度してくれてると信じております。私はいやーちょっとやってしまった、さあ見えたぞ1位、おそらく F8 トリブートやろ、 F8 トリブート1回もオーバーテイクしてないから、1台だけ出場してるからね、 F8 来たね来たね、 F8 ですね。さあ行きましょう、次ファイナルラップですよ、ファイナルラップでまたもつれ込むか、これ楽しいレースやなほんま、よしよしいいよ、さあ来たぜ F8、 危ない危ない、ここここ気をつけて、危ないよ、よしファイナルラップファイナルラップ、サクシューマハファイナルラップ、イエーイ、レイクマジョーレ、さあ来ました、1位の F8 トリビュートが現在1秒差、約2秒、まあ、1点何秒、ちょっと待って見れないわ、あんまり見てたらクラッシュするから、よし、ウエイトトル、お、変わった色やな、ロストコルサじゃないで、これはワインレッドですね。さあどうする、どこでオーバーテイクする、ここからは苦手なところやぞ、苦手なセクターでオーバーテイクしようとすんなよ、サクシューマハミスるからな、危ない危ない、さっきみたいにぶつかんないように、ただもうぶつかってももう多分クリーンレースじゃないでしょうこれは、はい、まあでも奇跡を信じます、最後まで奇跡信じます。ここできついか、自然吸気 V8 自然吸気ではターボに追いつかんか、いやちょっと待って、おおターボ早えな、待て待て、バックマーカーいるぞ、バックマーカー、ちょっと待って、バックマーカーいるのは308かな、あれ、よし大丈夫、オーバーテイク、ここで抜けるか、ここで抜けるか、いやきついか、ちょっと待って、お、よしよし、オーバーテイク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 、サクシマ、オーバーテイク、 OK、 来た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 、308やな、ブルーフラッグ振ってます、ちゃんと、ちょっとブルーフラッグ振ってます、あ振ってるね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとどこでオーバーテイクするの、ちょっとちょっと待って、ここでアウト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 、怖い怖い、よしよし、308、頼む、あとはブロックしてくれ、後ろの F8 ブロックしてくれ、 F8 トリブートブロックしてるか、いやしてないっぽいな、よっしゃここで一気に飛ばして、落ち着いていこう落ち着いていこう、とりあえず1位はほぼ確定かもしれん、ミスがなければ、あとは怖いコーナーが続くけどミスがなければ大丈夫、ここからは私得意なコーナーやからね、ホームストレート手前のファイナルコーナー以外は全部得意やから、ここのセクター、よし大丈夫、落ち着いて落ち着いて、さあこれでクリーンレースやったら完璧なんですよ、クリーンレースだったら完璧、
完璧のなんですけども、果たしてどうなるんでしょうか。よし、いいよ、落ち着いていこう。 F8 後ろまで来てんな。 F8 後ろまで来てるか。大丈夫そうですね。 OK OK OK、 いいよいいよ、もう落ち着いて落ち着いて、もう多分勝てる。コーナー立ち上がりも大丈夫や、なんとか大丈夫やから、このままゴールしてほしい。よし、いけ、いけるぞ。大丈夫、落ち着いていこう。ラストラスト、次はファイナルコーナーだけ、ここだけクリアすればもうコーナー立ち上がりで普通にチェッカーフラッグ。落ち着いて、サクシューマハ頼むぞ。よーし、 OK。 おー、ちょっと危ない、危ない、危ない。ファイナルコーナー、ファイナルラップのサクシューマハになるとこやって今。よーし、チェッカー、よしよしよし、パッシング、パッシング、よっしゃ、 OK。 これでクリーンだったら完璧だ。さあ、2位の F8 トリビュートと 2.297 秒差で1位ゴールということなんですが、ちょっとね、458イタリアと接触してしまったかもしれない。どうだ、お願いお願い、よっしゃ、クリーン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 、クリーン来た、クリーン来た、ありがとう、よかった、クリーンレースよかった、ありがとうございます。コレクションフェラーリが完成しました。おめでとう、3台揃ったね。フェラーリの完成だ。報酬を受け取ったら、今回のコレクションについてぜひ話をさせてくれ。コレクションフェラーリ。フェラーリを手にすることができたとすれば、それはとても特別なことだよ。1970年代に生まれたこのフェラーリ308グランツーリスモベルリネッタは、フェラーリ初の2シーターの V8 ミッドシップモデルさ。その伝統は現代まで受け継がれている。458イタリアも憧れの V8 モデルだ。フェラーリのハイエンドモデルには V 型12気筒エンジンが選ばれることもよく知られている。この F12 ベルリネッタのサウンドはもう聞いた？きっとフェラーリのレーシングカーのような音がするはずだよ。創設者のエンツォ・フェラーリは若き日からレーサーとして活躍し、レーシングチーム運営でも手腕を発揮したんだ。1947年に自らの自動車メーカーフェラーリを創設すると、F1 の世界選手権が創設された1950年から1年も欠かすことなく F1 に参戦。世界の自動車メーカーを見渡してもフェラーリが唯一のチームだよ。フェラーリが製造しているのは F1 マシンやレーシングカーと、モータースポーツの機能を移した美しく速いスポーツカーだけ。その上とても高価で、生産台数も少ない。だから手に入れられたとしたら本当に特別なんだ。さあ、そこにプロサングエも追加されますよ。皆さん、お疲れ様でした。サクの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということで、本日はこちらのフェラーリ 458GT3 に大活躍していただきました。本当に素晴らしい車だったなと思います。まあ、大体余裕で勝てるだろうなと思ってましたけど、でもクリーンレース縛りしてるんで、あとなおかつ三人称視点と運転席視点縛り、これね、地味にきついんですよ。本当、三人称視点なかなかうまく走れへんし、結構ね、怖い時があります。ということで、次回以降 GT7 また車買ったり、いろんなネタ的な動画やっていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。そしてそろそろですね、実車のフェラーリの動画も上げていこうかなと思いますので、どうぞ皆さん、今後とも新作の部屋の作をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。よーし、頼むで。お金が欲しいぞ。あー、お金100万円が当たりそう。100万円当たりを頼むぞ、100万円。絶対100万円。お、なんか当たったぞ。なになにこれ。おーっと、ご来光。はい、ターボチャージャーが当たりました。超高回転型。なに？超高回転型って何これ。